どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。3月16日、クイズ、今日の歴史。本日は、長尾景虎さんが、関東管領、上杉家を継承した日でございます。いや、これ戦国好きからすると、結構熱いイベントですよね。まあ、この長尾景虎さんという方、まあ、上杉家を継承してね、後に上杉謙信と名乗るお方でございます。越後の竜とかね、軍神とかって言われたり、戦国の中でもトップクラスの勝率を誇る人気武将の中の一人ですよね。どんなゲームでもめちゃんこに強いからな。そんな謙信さんはもともとね、上杉家の出身じゃないんですよね。長尾という家の出身なんですよ。この長尾という家は、ランク的には今一番上に室町幕府の足利将軍家がいるでしょ。で、その将軍家が関東に派遣した関東を治める担当の鎌倉久保足利家がいるでしょ。で、拠点が鎌倉だったんだけども、家臣の関東管領上杉家と喧嘩して鎌倉を追われて古賀に移すので古賀久保という風に言われるんですよ。で、関東管領上杉家がいるでしょ。その上杉家の筆頭家老に当たるのがこの長尾家です。で、昔守護っていうポジションがあって、これは今の都道府県みたいな感じで、昔国って言いましたけど、その国のトップの方が守護なんですけども、で、その守護のナンバー2的な感じで守護代っていうのがいたんですよ。なので上杉家が守護を務めている国の守護代を主に務めてたのが長尾家ですね。で、一時は関東の権力者として君臨していた上杉家も新しい勢力によって関東を追われてしまうんですね。この勢力が小田原城を拠点とする北条家ですね。まあ、北条早雲、伊勢早瑞から始まって北条氏綱、北条氏康、この氏康さんの時代に当時の関東管領だった上杉憲政さんという方、この方は越後に追われてしまうんですね。で、頼った相手というのが守護代だったけども、もう越後のリーダーでしょうという長尾景虎さんだったんですよ。で、その長尾景虎さんを自分の養子とするわけですね。そして自分の土地を取り返してくださいということで長尾景虎さんにお願いしてですね、分かりましたということで関東に出陣することを決意するわけですね。それが1560年ですね。この年は桶狭間の戦いが起きてますね。信長が今川義元を討った、まあ、それも影響したかもしれないですね。今川家と北条家というのは同盟を結んでましたので、その今川がグラグラと揺らいでる隙をついて関東へ出陣、タイミング良かったんでしょうね。で、上杉謙信は上州上野国群馬県に入りまして前橋城を拠点とします。これは後に前橋城に、ね、なりますけども、そこを拠点にですね、関東の大名たちに、武将たちにですね、号令をかけるわけですね。敵である小田原の北条氏康を討つぞというので、集まれというので号令を出すんですね。で、関東管領上杉憲政を神輿に担いでますし、大義名分ありますし、長尾景虎さんの名前も関東に轟いてたんでしょうね。関東中の大名武将たちが集まるわけですよ。で、その軍勢がですね、江戸時代の軍記物で森に盛られてるんですけども、なんと11万3000という風に言われております。めちゃめちゃいますね。で、その軍勢を率いて北条氏康がこもる小田原城を包囲するんですね。その時長尾景虎さんはその後小田原城整備されてですけども、大田門と呼ばれるあたりに攻めたらしいですね。今もね、そこ三の丸土塁っていうのがあって、その案内のところに上杉謙信さんと、 あと後に小田原城武田信玄も攻めるんですけども、2人のイラストが描かれてますね。で、ちなみにこれ年越してますんでね、1561年になっております。で、小田原城なかなか攻め落とせず、さらに、率いている大名の方々も兵糧がなくなるとかで何チームか撤退したりしたので、これはそろそろ終わりにしましょうというので小田原城の包囲を解いて一度撤退するんですね。ただ撤退する時にすぐ越後に行かずですね、長尾景虎さんが行った場所というのが鎌倉なんですよ。そして鶴岡八幡宮に参拝をして、有力大名が見守る中ですね、正式に関東管領の上杉家を継承することになり、上杉憲政さんから偏紀という、まあ、漢字名前の一文字ですねをもらって、上杉政虎と名乗るようになるわけですね。これは信長の野望とかでも必ずイベントで登場してきますからね。ではここで問題でございます。この一世一代の晴れの舞台である長尾景虎さんの鶴岡八幡宮での上杉継承、しかしその晴れ舞台で長尾景虎さんは大激怒してしまいまして、お師匠のお殿様であります成田長安さんを扇子で引っ叩いてしまうという大事件が起きます。ではなぜ長尾景虎さんはそこまで大激怒してしまったでしょうか。
我が地元のお殿様ですね、お市場の成田家ですね。この甥にあたる成田長親さんという方が、あの小田原攻めの時に石田三成に水攻めされて、お市場代としてお市場の指揮を取ったお方ですね。今あのおもてなし武将隊がお市場にいらっしゃいますけども、そのリーダーが成田長親さんですね。いつもお世話になっております。さあではこのあたりで正解発表いきましょう。正解は馬を降りずに会釈したからでした。その参拝するときに、継承するときにですね、他の大名たちは馬から降りてしっかりと深々とお辞儀をする中、お市場の成田長安さんだけは馬の上に乗ったまま馬上のまま会釈をしたということで、長尾掛虎さんがぶち切れてしまって、持っているセンスで頭を叩いて成田長安さんの烏帽子を飛ばしたという話が残されてますね。で、成田家は名門藤原家の出身で、源氏のレジェンド的な方で、源義家さんという方がいいんですけども、家康さんをはじめもう数々の武将たちのご先祖様ですけども、その方に先祖が許されたと、馬上のままの挨拶が、だからそのままでいたのに、長尾景虎はそんなのも知らないから叩いて私は恥をかいたっていうので、お市場に帰って上杉謙信に敵対したという話がね残されてますね。まあこれ有名ですけども、もちろん当時の記録には登場しません。江戸時代の軍記物に多く登場するものですね。多分ベタなシーンだったんでしょうね、当時からね。で、多分ね、この逸話の元になったのは、上杉謙信さんが越後に帰ったら、またね関東の武将たちが一時的に上杉についてただけで、越後に帰った途端また北条についたりするんですよ。で、その代表が成田家で、最初長尾景虎さんに従ってたのに、その後離反して北条についたから、これなんかあったに違いないというので、この上杉家継承の儀式である鶴岡八幡宮のそういった事件の描写につながったんじゃないですかね。で、ちなみにその後上杉謙信と名乗るのはあと9年後ですね。1570年頃に謙信という号をね名乗ってますね。で、その間に1個テルトラっていうのも挟んでますからね。これあの将軍の足利義輝から一時もらってますね。で、この継承の儀式、うる3月16日という風に言われてて、いろんな教授だったり学者さんが書いてる本にもね、うる3月16って登場するんですよ。一応なんかその資料何なんだろうと思ったら出てこないんですよね。どれなんだろう。ただこれが根拠かなっていうのがあって、このうる3月16に長尾景虎さんは書状を出してるんですよ。誰にかというと、柳田春介さんという方、これはね古学坊の重臣なんですけども、信長の予防にも登場しますね。謙信さんがね非常に感謝した手紙を送ってて、内容がね、今度の関東名跡与奪のこと、ことごとく皆おとりなしご懇意写し尽くしがたく候。まあこれ一文ではありますけども、関東名跡というのはこれ関東関連ですね。で、与奪、まあ襲名することですね。そのおとりなしをやってくれたと。で、この書状以前に上杉家継承の儀式は行われていたということは確定的なんですけども、この日にあったかどうかっていうのは分かんないですね。ただいつからかこれが根拠になって、うる3月16にやりましたってことになってんのかな。ちょっと詳しい人教えてください。で、ちなみにこの後ですよ、北条家はね当時武田家とも武田信玄ともね同盟を結んでたので、武田信玄が援軍に来るんですよ。で、さらに援軍だけじゃなくて、長尾景虎と取り合ってた北信濃、長野県の北部の方にも兵を出すわけですよ。そうするとずっと関東にいるわけにいかないので、上杉政虎さんはね越後に戻って北信濃に出陣して武田信玄と戦うわけですよ。これが有名な川中島の戦いですね。まあ5回戦ってて、その有名な第4次ですね。で、謙信さんはね上杉を継承したんですけども、武田信玄と北条氏康からするとそんなのは認めないと、正当性なんてないというので、2人はずっと長尾と呼んでますね。いややっぱこのあたりめちゃめちゃ面白いっすね。以上、3月16日クイズ今日の歴史でした。今日も一日頑張れ歴史。